川島町は、かつて、岐阜県羽島郡にあった町。2004年11月1日に、各務原市に編入され、各務原市、川島町となった。木曽川の中州にあり、単独の市町村で全域が川に囲まれている、全国で唯一の町であった。ただし、西側の一部は、笠松町と一宮市。東側の一部は、港南市である。中州のほか。 北派川の南岸部も町内である。町内を通る東海北陸自動車道を除くと、岐阜県側からは新境川を渡る橋、愛知県側からは木曽川南派川に架か,かる渡し橋、川田橋、新名所も橋の計5箇所しかアクセス道路がない。町内には木曽川本流に川島大橋と平成川島橋の2本の橋が架けられている。名前の由来は、 木祖川の中洲の島ということからという、もともとこの地域の通称からという説もある。安土桃山時代の1585年木祖川の大洪水により、この地域に存在したいくつかの村は水没。さらに十数個の中洲の島になり、この時から洪水との戦いが始まる。終わり国側には、お古い包みが築かれ、身の国側の堤防は、高さは、 終わり国より三尺低いとはいえ堤防が築かれた。しかし、この地域の堤防は築くことが制限され、一から三尺程度の堤防しかなかった。事実江戸時代には洪水でいくつかの島が消えている。小網橋に表示されている近辺の川筋の変化洪水多発のため土地は砂地となり、田はほとんどできなかった。このため、江戸時代は木曽川での漁業。 養蚕、木曽川の河合市の石材業が盛んとなった。明治時代には織物、年始業が盛んとなった。この地域の古い家では土地を南北に細長くしていることが多い。これは木曽川が東西に流れており、洪水で土地が川になっても少しでも土地が残るようにしたという先人の知恵である。また、屋敷は高さ一尺から八尺の石垣の上に建てられ、 一階が住居、二階が海湖の飼育部屋兼洪水寺避難場所という作りが多かった。今も各所に見られる。明治時代、大正時代に河川改修が行われ、川島村で行く筋となっていた木曽川は、三つの筋にまとめられることになった。笠田が一つの島として残し、他の集落を一つの島にまとめ、二つの島となった。木曽川は本流、北墓は、 南派川の三つに分流されたが、本流を本島と笠田島の間とするために、松原島の分島であった三都三島を削り取る必要が出てきた。結果、三都三島の島民は全員移住という事態が生まれた。中洲の島ということもあり、外部の交通手段は渡船のみであった。これは、1922年に愛知県羽栗郡阿井町との間に、 初代の川田橋が架橋されるまで続いた。自動車が村内に入るようになったのは1931年に川田橋が架け直された以降である。岐阜県側への直接の交通手段は実質1962年の川島大橋の完成まで都線であった。川島大橋完成後も岐阜県側の唯一の橋は大雨などによる増水でたびたび通行止めとなり、 これの解消は、かかみが原市に編入された後、かかみが原大橋の完成まで待つこととなった。昭和の大合併にて、橋間郡、中谷村、稲葉郡ら、いなばぐんさら、前宮村との四村での合併が進められたが、歴史や文化、地域との交流で独自色の強かった、川島村は、合併不能村とされ単独の調整志向を行っている。昭和の大合併で、 合併が計画されながら、岐阜県美濃地方で合併不能村とされたのは、川島村と金山村の2村のみであった。古くから繊維産業が盛ん。以前は洋産業、漁業のほか、川の石を船を使って拾い上げているという産業もあった。町内に鉄道の駅はなかった。最寄り駅は、名鉄か上ヶ原線高田橋駅であるが、 JR 東海道本線木曽川駅、尾張一宮駅、名鉄名古屋本線笠松駅、新木曽川駅、名鉄一宮駅、名鉄犬山線港南駅などを利用していた。2004年10月31日当時のバス路線、川島線は2007年7月1日に路線再編により、川島北部線となる。 2020年現在の川島線は2015年10月1日の路線再編によるもの。川島休日線は2005年7月1日に休日路線の再編により、川島南部休日線となり2007年7月1日廃止。かつて存在していた路線昭和30年代から40年代に川田地区に存在した映画館。跡地は、 現在の JA 岐深和島支店の南付近、消耗地区に存在した地武器の芝居小屋。文化年間に神明神社で地武器が始まり、安政三年消耗部隊として常設の芝居小屋が完成し、毎年初馬と10月に公演された。消耗部隊は大正元年の暴風雨で損壊し、取り壊されたが、大正7年に集会場として再建。近吹は、 昭和30年まで行われた。関ヶ原の戦いで敗走し、昭毛島に落ち延びた狩りや一衛門が戦場の様子を忍び太鼓を打ち鳴らしたのが始まりという。昭和20年頃に一旦途絶えたが、昭和50年代に小網地区の小学生により、小網太鼓として復活。現在は川島夢太鼓が引き継いでいる。 松倉地区の秋葉神社で毎年9月1日に行われる子供相撲。河栄年間に素人相撲として行われたのが始まり。その他、江戸時代から1868年にかけて洪水で決壊した堤の場所に祀った川女神社。水神社が町内に12カ所あるが、ほとんどは祠のみの神社である。この節の出展は川島町市通社編。 現在存在している寺院かつて存在した寺院。この不死の出典は川島町市通社編。市外局番は合併前より愛知県一宮市と同じ0586である。合併後もそのままとなっており、各務原市の058に統合されていない。かつては郵便番号も483であり、港南郵便局の番号であった。現在も、 電話番号の市外局番が愛知県一宮市等と同じであるため合併以前の各ヶ原市から川島町に固定電話より通話を行うと県外料金が発生する。また同様に隣接する岐阜県側の会社や商店などでフリーダイヤルのような通話料受信者側負担の契約を利用する場合にはこの川島町の存在のために 県外からの通話も受ける設定にする必要があるので、地域密着型の狭い範囲の客を対象にする、リビオーテンや八百屋などの場合でも愛知県全域からの通話を受ける契約の形を取らざるを得ないことになってしまう。過去には岐阜県でありながら、郵便配達は港南市の港南郵便局が行っていたが、現在も郵便配達担当は、各務原市郵便局ではなく、 は島郡笠松町の笠松郵便局が担当している。ありがとうございます。